ようございます。お風呂上がりの元男の子の青木かのんです。なぜ私が今お風呂上がりかと言いますと、これからですね、人生初の舞妓さん体験をしに今からスタジオに行きます。実は昔から私が舞妓さんになったらやりたいことがありまして、それが何かというと、こちら舞妓さんが普段やらなさそうなことやってみようなんですけども、もしもですよ、舞妓さんがバッティングセンターとか回転寿司とかにいたらめちゃめちゃ面白くないですか。今日はそれをやりに行きます。そしてですね、今日はこの1日をこのスマホ、じゃん、 Xiaomi Redmi Note 9T だけを使って撮影しようと思います。これ驚くほど低価格なんですけども、カメラがすごい良くて、 YouTuber の私好みの機能とかもあるんですよ。ちなみにですね、これ保護ケース付きなんですよね。じゃん、これをこうやってパカリとつけてと、じゃーん。ではですね、今から人生初の舞妓デビューをしに行ってきます。うわ、めちゃくちゃ白くなってますね。そうですね。いかがだったでしょうか。今使ったカメラは4800万画素の AI カメラの Vlog モードで撮影しました。めちゃめちゃ綺麗でしょ。今私舞妓さんになったんですけども、すごい自分に違和感を感じすぎて、レンズ越しで見る自分が怖いんですけども、ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃんちゃんちゃかちゃんちゃちゃちゃんちゃちゃんちゃん、思ったよりも舞妓さんってわかんなかった。そうすいません。突発的にやるもんじゃねえな、これ。バッティングは、一番、シェアバッティングセンターの速いって言われて、130キロ打ちます。頑張るぞ。さすがです。おー、いい球、あーいい球、あーいい球、あーいいですね。すごくないですか、これ。目がめちゃめちゃ鋭くなってるんですけども、すごい先からこの歩道歩いてる人たちにすっごい見られるんですけども、ということで今からですね、くら寿司さんでお肉をたらふく食べてこようと思います。お肉ですか。あ、寿司です。すいません、ごめんどす。ということで今ですね、私はくら寿司に来たんですけども、これから舞妓さんがくら寿司で回転寿司を食べてみたという動画を撮ります。すごいシャリハーフがありました。やば、海鮮ユッケある、ウニ入り海鮮軍艦、たまんねえな。来ました、これが大赤エビです。いただきます。あ、いただきます。うーん、めちゃくちゃうまいんですけど、やば、プリプリ、人生食べたことないぐらいプリプリで美味しい、最高。これやばすぎー、海鮮ユッケこのまま食べるらしいですよ。いただきます。あらね、めちゃくちゃうまい。醤油をかけていくぜ。めちゃめちゃ美味しそう、これ。うまい、シャリコーラ、ご注文のし、これがエビアボカドでございます。シャリコーラってどんな味なんですかね。お米の味なんですかね。
れあれだ、乳酸菌飲料みたいな。美味しい、めちゃくちゃ美味しい。美味しい、あのね、クラッシュ美味しい、めちゃくちゃ美味しい。ごちそうさまどす。おお、当たった当たった。今回タイアップで使わさせていただいたシャオミさんの製品ですが、スマートフォンだけではなくスマートウォッチやホームセキュリティのカメラなどがあるそうです。そしてですね、さまざまな高機能の製品をお求めやすい価格で販売しているとのことです。ちなみにですね、今回使ったスマートフォン Redmi Note 9T なんですけども、一日中カメラやゲームなどを使ったんですけども、こんな感じにまだバッテリーが残ってるんですよ。めちゃめちゃすごくないですか。なんとですね、この Redmi Note 9T なんですけども、2年以上繰り返し使用しても劣化の少ないバッテリーを搭載しているということなので、長時間使用することが可能だそうです。あとですね、 Xiaomi 独自のアプリロック機能があるそうです。ちなみにですね、今日私が一日中つけていたこの時計、これ Mi Watch Lite という時計なんですけども、なんとですね、これこんな感じに私の現在の心拍数を計測することができるんですよ。すごくない？今回の Xiaomi の製品が気になった方は詳細を画面の下に貼っておりますので、ぜひ画面の下からチェックしてみてください。ということで、今回はですね、人生初の舞妓さんを体験したんですけども、想像以上に舞妓さん大変です。街歩くといろんな人に二度見されるし、帯が苦しくてお腹が痛くなっちゃうし、でもこうやって日本のその伝統みたいのがこうやって守り続けられてるんだなって思いました。すごい、あの舞妓さん尊敬します。まさか舞妓さんで野球やると思ってなかったんで、私も。もうなんか私のチャンネルの中で私個人的にはすごい名作の動画になったかなと自負しております。今回の動画が少しでも楽しいと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、LINE 公式アカウントもありますので、そちらの画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。